こんにちは、インプロバイダーの臼井康弘です。今日は、ライブハウスの役割とはについてまとめてみましたので、こちらをご覧ください。ライブハウスとは、まずどれぐらいの規模の、ライブをするスペースなのかというのを、私なりに、捉えているのがこちらになります。250人以下で、ダイレクトに、お客さんに音楽を伝える規模、ステージと、客席がフラット対等の立場で、近い距離感でもでダイレクトに音楽を伝える規模というのが、まあ、250人ぐらいが上限ではないかなと感じています。でそれ以上は、名前が、まあ、クラブとか言っても、基本的には貸しホールというふうに捉えてまして、関係性も、運営は、バンドスタッフとか、事務所とか、マネージャーとか、もしくはバンド、自身ですね、メンバーが運営して、そのスペースをレンタルして、まあライブをするというのが、その貸しホール的な立場関係性ではないかなと思います。それとライブハウスの最も重要な役割としてなんですけども、ミュージシャンが演奏に集中できる環境を提供するというのが、最も大事な役割だと思っています。その際に大事なのは、ミュージシャンとライブハウスというのは対等な立場であって、ライブハウスが偉いとか、ミュージシャンの方が偉いとか、そういう上下関係は作らずに、お互いにですね、対等な立場でもで相互協力して、相互依存、相互協力をしながらお互いの価値を高めていく。ライブハウスはそのミュージシャンが出ることによってライブハウスの価値が上がって、ミュージシャンとしてもそのライブハウスに出ることによってミュージシャンの価値が上がり、その音楽を聴いてもらえる層ですね、数も、まあ、層も広まるという関係性というのは非常に大事ではないかなと思います。それとライブハウスは音楽をエネルギー源としている人に快適な環境で音楽を提供するというですね、ことも一つの大事な側面だと思ってるんですけども、それは照明であったり音響であったりスタッフのサービスであったり食事であったり飲み物であったり、さまざまな環境ですねを全面的に音楽を聴くことに快適な状況に作っていくというのがライブハウスの役割の一つではないかなと思います。それと地元の音楽文化ですね、地元で活躍している方の活動の場であったり活動の拠点を提供するというのも一つの大事な役割であって、いろんなさまざまな活動をしていて、いい音楽活動をしている方も場がないとなかなか広まりませんので、その場を提供するということが、まあ、一つの大事な役割の一つであるので、まあ、大事なのはやっぱり継続してですね、常に、いいものを発信していくというですね、ライブハウスの、あり方というのがね、非常に大事になってくるのではないかなと思います。それと、ライブハウスはさまざまなコミュニティをつなげる場でもあって、で例えば、ミュージシャンとライブハウスの関係性であっても、ミュージシャンのファン、ミュージシャンのコミュニティですね、それに、そのライブハウスでやることによってそのライブハウスのコミュニティが加わって、で普段そのファンだけに聞いていただいてたものがですね、より広く広まるという役割がライブハウスに出ることによってできていくということになるのではないかなと思います。あと異ジャンルとのコラボもですね、ライブハウスならではではないかなと思います。小規模でですね、地元密着していて様々な活動をしている方とですね、これまで接点のなかったバンドやアーティスト、まあとの組み合わせをですね、提供したりとか、出会うきっかけを作ったりとかして、その場からまた新しいものが出来上がっていくというですね、そういう役割も非常に大事ではないかなと思います。それで、これからのライブハウスに求められることというのは、そういったですね、コラボですね、キュレーション力だったりとかプロデュース力、その、ライブハウスならではにしかできないですね、プロデュース力、企画力ですね、これは非常に大事ではないかなと思います。あと、マスメディアがですね、かなり崩壊に近づいていると思いますので、ライブハウス自身が発信して、その影響力を持った発信の仕方をしていくことは非常に重要ではないかなと思います。これは基本的に
にはその中にいる人材ですね、人にがかなりその影響力を持ち得るかどうかっていうのがかなりの大きなところになると思いますので、誰が何をやっているのか、誰が発信しているのかっていうのが非常に大事になってくるのではないかなと思います。最終的にはそのライブハウスのブランディング力というのが大事になってくるので、そうですね、まあ、常にそのらしさをですね、らしさを伝わるようにですね、発信していくということが大事ではないかなと思います。最後にライブハウスというのは音楽発信の原点だと私は思ってまして、まあメディアですね、例えば昔はラジオでしか聞けなかったのがレコードになり、CD になり、最近ではダウンロードになり、まあよくよくはもうストリーミングが中心になっていくかと思うんですけども、その情報、音楽の情報ですね、の伝達の仕方は時代によって変わっていて、ある時期になると昔のものはなくなるということになると思うんですけども、音そのものは体験ですので、これはもうライブハウスに来るしかこれはもうできないものですので、他に変えようがないものですので、情報は消えても体験というのはですね、消えない、体験の価値の方がですね、より価値としてはあると思いますので、その体験を提供しているライブハウスというのはですね、非常に重要な音楽の中で非常に重要な役割を担っていくのではないかと思います。印象としては原点に戻って、どん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 原点に戻っていって、ライブハウスの重要性というのがですね、非常に高まってきて、そのライブハウスの在り方というのもですね、もっと原点に戻っていって、で何をやりたいのかとかですね、その人が何をやりたいのかっていうのが非常に大事になっていく、まあ、それがブランド力にもつながっていくのではないかなと思います。はい、今日はライブハウスの役割というのについて簡単にまとめてみました。またこういった形で発信していきますので、よろしくお願いします。